こんにちは、鎌倉日和の花です。私は主に鎌倉で不動産を営んでおります。今回は鎌倉の住みやすいと思うところというテーマでお話しさせていただきます。ではまず最初に私が住みやすいと思うところ4つほど選ばさせていただきましたので、それをまずご紹介させていただきます。でその後にお客様とかいろんな情報をまとめたものを後でご紹介させていただきます。ではまず最初ですね、私が思うところ一つ目がですね、自然が多いっていうところですね。まあこれはもう鎌倉イコール自然が多いっていう、まあイコール関係になってると思うんですけども、まあまずこれですね。で私は山が結構好きなんですけども、鎌倉のハイキングコースでトレイルラン景色見ながら、まあ紅葉とかあと桜とか見ながらランニングすることは結構ありますね。であとは海沿い、まあもう海も好きですね。まあちょっと入るのは苦手なんですけど、まあ眺めるのだけでしたら、はい、結構好きです。まあ海だったら、まあ悩み事とかある時に、まあ由比ヶ浜海岸とか、あと稲村ヶ崎海岸とかに行って、まあぼーっと1時間ぐらい過ごすっていうことは結構やってますね。で、海を見てると、なんかそのだんだんその悩みなんてもう小さいものだったんだなって切り替わるので、はい、結構おすすめです。はい。で、2番目が、治安がいいですね。まあ、治安がいいっていうか、まあ、子供たちとか、なんか快適に過ごしやすい場所だと、はい、私は思います。まあ、子供がすくすく伸びる場所、みたいな感じですかね。まあ、たくさんの公園とかあったり、まあ、鎌倉は、まあ、民度は高い方だと思うので、そんな悪い人はいないです。で、3番目が、優越感に、浸れるっていうことですね。まあ、鎌倉は、やっぱ鎌倉ブランドっていうのがあるので、なんか出身聞かれた時に、あ、鎌倉ですって、なんかドヤ顔して言えるみたいな感じですね。神奈川県ですじゃなくて、鎌倉市ですっていう、なんかね、ちょっと、いけすかない感じはありますけども。まあ、鎌倉ってやっぱ全国の人たちに、まあ、認知していただいていると思うので、まあ、初対面の時でも、まあ、結構なんかすんなりと、なんか打ち解け、られるような気がします。まあいいとこ住んでるねとか結構言われるので、そこでまあ優越感結構浸れますね。はい。で、4つ目が、コミュニティがあるですね。コミュニティがあるっていうか、コミュニティを作りやすいっていうか、まあそういうところですね、鎌倉は。まあ例えば、なんかお店のところとかで、なんか料理教室をやってるところがあったりとか、あとはなんか作るワークショップみたいなのもやってるところもあったりとか、何かしらの輪がありますね。なんか鎌倉には。なんか人付き合いが結構好きな方が多い気がしますね。まあ私の周りだけそうかもしれないんですけども。まあでもそっちの方がなんか人生の幸福度がありますよね。あ、で言うと、鎌倉のカヤックさんが、提供している町のコインっていうのがありまして、まあ通称クルポっていうんですけども、そのクルポっていうのが地元だけが使える通貨でして、で、その通貨でなんか、いろいろやり取りすることができるんですよね。で、その通貨の、コミュニティの輪とかもあったりとか、なんかそういうのに、やっぱり参加した方が、なんか、楽しいですよね。まあ、例えば、うちも、参加してるんですけども、ゴミ拾いやってるんですけども、そのゴミ拾いに参加したら、その、クルッポ、いくらあげますとか、いう活動をやってるので、はい、結構楽しいんですよね。お金じゃない、なんか、地元だけしか使えない、その、通貨があるので、まあ、もしよかったら、アプリがあるので、それダウンロードしてみてください。まあそんな感じで、コミュニティができやすい、コミュニティがあるっていうところが、まあ鎌倉のいいところだと思います。はい、以上が、私が思う鎌倉の住みやすいところでした。で、次からは、お客様とか、いろんな人が、鎌倉に住んでよかったって思うところを、ご紹介させていただきます。はい。で、まあいろいろあるんですけども、まず、街並みのすべてが最高。うん。まあ確かに、鎌倉駅の周辺とかもっていうことですかね。あと、まあ、鎌倉駅から離れてても、まあ、古民家があったりとか、そういうなんか古い建物があるところが結構ありますね。そういう街並みっていうことですかね。なんか築100年ぐらいの建物があったりとか、そこでなんかゲストハウスとして活用してるとかいうところもありますので、まあ、それ結構いいですよね。なんか物を大切にするっていう感じが、はい、して、すごいいいと思います。次。海が近いですね。まあ、確かに。海好きな人はもう最高でしょうね。毎日サーフィンやりたい人とか、もう最高なんではないでしょうかね。はい、で次が、時間がのんびりしてる。確かにそうですね。なんか、横須賀線で東京から鎌倉に来るときに、なんか急に北鎌倉あたりで時間の流れが遅いと感じるっていう人が結構いるんですよね。まあ、私もそうなんですけども、
確かに。時間ののんびりさは感じますね。で、次が、通勤の便が意外といいですね。まあ確かに、東京まで鎌倉駅だったら50分ぐらいで行けるので、便利ですよね。確かに1本で行けるっていうのはいいですよね。まあ大船からだったら、まあ東京とかにも、まあいろんなところ行けるので、1本で。確かに、いいところだと思います。はい、で、次が、喘息がなくなったですね。あ、これ、そう、お客さんの中でいたんですよね。お客様の娘さんが、喘息を持ってる方で、そのお客さんは東京から鎌倉に引っ越したんですけども、鎌倉に引っ越した途端に、なんか娘さんの喘息が全くなくなったって言ったんですよね。これ本当にすごいことだなと思って、まあ東京はまあ確かに、まあごちゃごちゃしてるので、まあ排気ガスとかも多いのかなっていう感じなので、まあ喘息は発生してたと思うんですけども、そんな変わるかとも、ちょっと、不思議に思いましたね。なので、鎌倉はやっぱ空気が綺麗なんですかね。まあ自然も多いので、いや本当にいいところに住んでるなと思いましたね、これは。で、次が、商店街の活気がすごいある。確かに。商店街の活気。まあ例えば、八百屋さんとかですかね。あと、魚屋さんですね。鎌倉駅だったら、連売とかですかね。連売は、地元の農家さんが、はい、個人的に出店してるので、あとは、まあ、カママンさんとか、魚介系のスーパーで結構有名なので、いつもお客さんがいますね、確かに。で、次が、観光地が多くて行く場所に困らない。ああ、確かに、引っ越ししたての方だったら結構、近くにお寺があるから行こうとか、いうのは思うんですかね。ちなみに地元の方だと、あんまりね、もう、東大元暮らしみたいな感じで、あんまり行かないですよね。お寺に。わかるとは思うんですけど、皆さん。近くにある場所に行かないですよね。まあでも、やっぱり、季節ごとになると、まあ、紫陽花が綺麗なお寺とかもあるので、まあ確かに私は、まあ行く方ですかね。結構。まあ確かに行かない人と行く人にわかりますね。で、次が、静かで子供ものんびり暮らせる。うん。やっぱ子供のんびり暮らせますよね。公園も多いので。やっぱファミリー層が多いエリアとかもありますので、本当にその通りだと思います。で、次が、民度が高い。民度が高い。確かに。変な人はいないですね。まあ、変わった人はいますけど、犯罪的な人はいないですね。犯罪的な人。で、次が、東京よりも夏は涼しく、冬は暖かい。私が今案内しているお客様も言ってましたね。なんか冬、東京よりなんか暖かいねって、なんか2、3度暖かいねっていうことは言ってましたね。やっぱ東京って、やっぱりビル風があるので、風がすごい吹くので、それでやっぱり寒いと思うんでしょうね。私も新宿行った時に、ビルとビルの間に、もうめちゃくちゃ風が吹いてて、もう寒っと思ったんで、その影響かもしれないですね。そんなね、場所的にはそんな変わんないと思うんですけど、東京と鎌倉って。でもやっぱり、気候的になんかあるんでしょうね。あれで最後ですね、これ。誇りが持てるですね。まあ私が、最初に言ってた、優越感に浸れるっていうのと結構似てますね。まあ確かに誇りが持てるんですかね。鎌倉は。今やっぱり鎌倉のドラマとかやってるので、はい、結構盛り上がってますよね。はい、そんなとこで、以上となります。はい、他にもまあ鎌倉で、まあ、住みやすいと思うところありましたら、コメント欄で教えていただければと思います。はい、今回はこんな感じで以上となります。はい、今回もご視聴ありがとうございました。